去年10月高松市内の自宅兼会社で父親を殺害し遺体を焼却・遺棄したとして殺人などの罪に問われた息子で30歳の男の裁判員裁判で高松地方裁判所はきょう男に懲役14年の実刑判決を言い渡しました判決を受けたのは高松市江南町の無職林田隆被告30歳です 判決によりますと、林田被告は去年10月、高松市内の自宅兼会社の建物内で、社長で父親の明さんの頭を金槌で殴って殺害し、明さんの遺体を焼却炉で焼き、遺棄しました。今日の判決で高松地裁の近藤昭雄裁判長は、被害者の言動に不満や憎しみを募らせ、 犯行前にインターネットで殺害後の証拠隠滅に関する語句を検索するなど殺害を意識していた遺体を処分した動機も被害者の失踪に見せかけ殺人の証拠を隠滅するためで強い非難に値すると指摘しました一方で罪を認め反省の態度を示していることや被告人の実の母や兄が今後の支援を誓っているなどとして懲役18年の求刑に対し 懲役14年の実刑判決を言い渡しました。